言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。私は芸人のオードリーが好きなんですが、オードリーさんの2人が好きなんですが、彼らはアメフト部にもともと所属をね、学生時代にしておりまして、その流れでアメフトの仕事っていうのをね、毎年もらっているっていうところがあって、スポーツっていうものとね、そのもともと学生の時やっていたものっていうのが仕事に直結しているっていうケースなわけですね。で、今回紹介するのは、まあもちろんオードリーさんの話じゃないので、今回紹介するのはしゅんとくんですね。サムネイルにはしゅんとくんファンと福岡近辺のベスティに朗報という形で書いてあると思いますが、主にこの2つを語ってまいります。まずしゅんとくんの話になりますが、当然これはしゅんとくん推しの方はじめとして、まあほぼ皆さんに朗報だし、なんだったら千葉県近辺の私も含め千葉県近辺の人間に朗報かもしれない、はい、という形なんですが、まずねしゅんとくんの仕事としてJ-WAVE のラジオにソロ出演するっていうところがまずあります。4月9日日曜日22時から22時54分 J-WAVE セレクション、これが What is X Games っていうことです。日本での開催が迫る X Games 千葉2023の魅力に迫ります。で、サッシャさんがナビゲートで、ゲストに BE:FIRST しゅんとさん &MC アリーさんをお迎えしますという形になっております。楽しみです。まあストリート感がね、 BE:FIRST は非常に強いなというところがあって、まあストリートカルチャーが大好きな、むしろそのカルチャーにね救われてきた私としては非常に嬉しいところだったりするんですけど、まず X Games っていうのが、まあ基本的にどういうものかと言いますと、スケートボードとかね、そういったもの、あと元 X って書いてあるから元クロス競技などもやるようですが、まあいわゆるスケートボード BMX 元 X、これ読み方間違ったらすいません、スケートボードと BMX はいいと大丈夫だと思うんだが、元クロスだよななんか変だと思った、元クロスだよな、なんだ元 X ってふざけんじゃないよすいませんね、自分で自分に突っ込みました。はい、一人でやってるとツッコミ役いないんでね。スケートボード BMX 元クロスの人気アクションスポーツ競技を ZOZO マリンスタジアムで繰り広げますっていうことです。5月12日13日14日ですね、はい、金土日になりますが、まあ、こちらがですね、もともと海外でね有名なものだったわけで、ただ2022年にも実は千葉県でやっている、日本でやっていて、で今回2023年もこの日本で、でそのしかも千葉県でやるっていうことが決まっているということになります。ちなみになんか結構ね、キャンペーン期間でプレゼントとかもねあったりするようだけど、アスリートの直筆サイン入りスケートボードみたいな感じで書いてあって、あとねこの間のブンブン爆エキシビションでもしゅんとくん愛用のスケートボードと思われるものがありました。ちなみにそこはね、写真を撮っちゃいけないところだったので私も写真には収めておりませんが、あこれかって思いましたね。はい、ということでこちらの X ゲームスに関して、まあ要するにしゅんとくんがこの魅力に迫るっていうところで白羽の矢が立ちまして、この J-WAVE での企画でソロ仕事でやるっていうことなんでしょう。でどうなんでしょうね、5月12、13、14あたり何かあったような気がするけど、どこかしらでこれしゅんとくんがマリンスタジアムでゲストで出るとか、出るっていうかまあ特集番組とかあったとして、そこで何か参加するとかそういうのあったりしないんですかね、まあ、ちょっとそこも楽しみにしてますよ。なんかねしゅんとくんのストリート感っていうのが非常にあるなと思ってて、 BE:FIRST の中でね一番ストリート感が強いのはまあそうたくんだと思いますが、しゅんとくんのストリート感もまたあるなと思ってて、そうたくんはやっぱりダンスに特化したストリートの感じでね、でしゅんとくんはまあ、BMX っていうか、まあ、スケートボード乗ってたっていうところもあって、まあ、スケートボードもねヒップホップカルチャーに非常に近しいところでもあるので、まあそこの部分も含めてなんですけど、まあ、そこがストリート感、彼のストリート感っていうのを出しているなと思っておりますね。こうなんていうか、で可愛い感じのイメージが龍平くんと同様に可愛い感じのイメージが強いですけど、ただライブでね彼の低音ボイスからするとすごいうおって思うんですがね、ゾクッとしますよ、いい意味でね。しゅんと推しの人がね、しゅんとくんのねゲラーとかでね
悶絶するっていうのがよく私見てますんで、あの実際にね目の当たりにしたこともあります。あの何回か言ってますが、とあるライブでね、まだその声とか出せない状態の時でライブに行って、で目の前にねあの若い女性2人がねすごい乗ってたわけですよ。であのなんかの瞬間に急にあの視界が開けたなっていうか、急にこうステージ見やすくなったなって思ったら、あのしゅんとくんのゲラーがあって、そのゲラーの後でその女性2人が私の目の前で悶絶していたっていうかね、こうあのそうなっていたのを見て、おおマジかって思って、まあ、すぐ立ち上がりましたけどね。あの昔マイケル・ジャクソンがね、あのちょっと動いただけで失神する方が出たっていう話も聞きましたが、あのしゅんとくんもそういう感じになるのかなって思ったりすると、まあ末恐ろしい人だなって思ったりします。というわけでしゅんとファンの方にまず朗報という形で、 J-WAVE での、まあ、あの番組で出るので、J-WAVE が聞けないところの方はあのラジコプレミアムで聞くことはできるはずですので、そこのところもぜひっていう感じです。私もこれはね、そもそもスケートボードとかそっちの方のものに興味があるんで、これはぜひ聞きたいなと思ってます。でもしかしたらそのラジオの中でしゅんとくんがその X ゲームズ関連で何かやる可能性もゼロじゃないし、だってそれがないと特集番組にね出ないよねって思ったりする。うん、まあするだけだけどね。まあそんな感じです。はい、そしてですね、もう一件ですね、もう一点、福岡近辺のベスティに特に朗報っていう形なんですが、あのまあもともとねフェス、ロックフェスとか音楽フェスに BE:FIRST も2022年かなり出る感じになっていて、でまあ本当にいろんなところでやっていくっていうことが今後出るだろうっていうふうに思っておりました。で実質いろんなところでねもうやることも多くなっていて、去年もねそのサマーソニック、フジロック、ロックインジャパンもそうですが、他にもいろんなもの、まあビバラロックもねもちろんだけど、ビバラもうすぐなんですよね。私も行きますけど楽しみですね。おとひげ、新潟のねおとひげなんかも出たりしてましたが、まあ、今回は福岡でねフェスがあって、そちらの出演情報があります。そちらがですね、ナンバーショット2023でよろしいかな、第1弾アーティスト発表ということで、今後もさらに発表されると思われます。7月22日土曜日と7月23日日曜日、こちらで行われるわけでございまして、 BE:FIRST出演決定でございますね。で出演日程は後日発表という形で BE:FIRST の公式ツイートに出ておりますので、まだあのどっちに出るかっていうのは分かっておりません。ちなみに他にね BE:FIRST 以外にあのこの間スカイハイとねあのラジオで公開録音で確かねフリースタイルもやっていただいたフレデリックさんもいらっしゃり、あとマカエン、マカロニ鉛筆、クリーピーナッツもいますね。ユニゾンスクエアガーデンなどもいて、東京スカパラダイスオーケストラもいるし、クロイさん、トヌンさん、ね、それからクリープハイプ、まあ本当に結構ここ最近のすごい活躍してる人たちがたくさん出るのと、あと私的におって思ったのがケツメイシですね。ケツメイシ出るんだ、いいなって思って。実はねあれなんですわ、あのサマーソニックもケツメイシの名前あったんですけど、残念ながら東京には出ないというか、確か東京は出ないんだよな、まあ東京っていうか場所は千葉だけど、千葉県民だからこういうこと言いがちなんだけどね、うん、東京、まあ関東の方、だからねそれは残念なんだけど、ケツメイシもぜひ見たいなっていうか思うんだけどな。まあ実質ね、まあなんていうか大体年がバレるけど聞いてましたからね。ヒップホップ、まあ、ポップ寄りのヒップホップのユニットでもありまして、まあね歌メロ多めだったから、当時のアングラ系のヒップホップの方からはそんなにだった気もするけど、まあでもご本人たちはガッチガチにヒップホップの人だったりするもんでっていうところはありました。はい、まあそういうことですね。多分 BE:FIRST のメンバーも決名とか聞いてたところとかあるんじゃないかなってちょっと思うんですよね。ストリート感強いグループだからね、だからちょっと絡んでほしいなって思ったり、クリーピーナッツとも絡んでほしいなって思ったりするっすね。ぜひそのクリーピーナッツと決名しては絡んでほしいなって思うわ。うん、はい、っていう感じです。なんでこのナンバーショット2023ありますんで、あのまあ情報も出てくると思いますんで、ぜひ福岡にペイペイドーム、福岡ペイペイドーム行ける方、それから ZEP 福岡って書いてあるな、福岡ペイペイドームと ZEP 福岡って書いてあるという形で、どういう感じのフェスなのかはちょっと分かりませんが、知ってる方いらっしゃったら教えていただけると嬉しいっていうことですね。うん、あのぜひ行ってみてくださいというか楽しみですね。はい、
ということで、俊斗くんのソロ仕事、X ゲーム絡みの仕事と、それから、ナンバーショット、福岡の、まあ、フェスの話でございました。あと、ボケボケになって、モトクロスを X クロスって呼んだのは結構自分で恥だと思ってます。はい。はい、では、私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひこれからもご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますように、チャンネル登録をお勧めいたします。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースーでした。